はい、週刊ファミ通の林です。今ですね、現地6月12日木曜日の午後何時だ5時42分です。先ほどの5時で E3 の会場が閉幕しました。3日間の E3 がいよいよ終わって、今年も終了です。長かったような短かったような、今日取材の途中でワールドカップが始まったことをしてちょっとびっくりしました。なんかブラジルクロアチアがすごいことになっているというのをタイムラインで見ながら取材に行ったりしてたんですけれども、今年の E3 はですね、ハード関連の発表こそ、なかったんですけど、ただ新作あり、それから新作に馴染む感じでフラットにインディーゲームの出展が多数あり、それからプロジェクトモーフィアスとかオキュラスリフトといった、未来を予感させるような、そういった新しいデバイスの出展もありで、取材する側にとってはとても、取材のしごたえもあるし、それから、見るところも実は多かった E3 だったなというふうに思ってます。個人的にも AAA のタイトルから、それから本当にインディーゲームまで、いろんな個人的な遊びたいタイトルが見つかって、嬉しかった E3 でした。で、来年の話をもうするのかよみたいな話ですけれども、今僕らね、 E3 の会場から出てきて、さあ帰ろうかと思ったら、すでにここにですね、来年の日程が出てまして、来年の E3 は、2015年の6月16日から18日まで、今年よりも1週間遅い会期日程ですでに行われることが決まってますので、来年もまたここに、来れるといいなと、来たいなというふうに思ってます。ということで、1年後にまたお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。